サーシャ・ドブソンはカリフォルニア州サンタクルーズ出身のアメリカ人、ジャズ歌手。ドブソンは音楽一家に育った。父親のスミス・ドブソンはマーク・マーフィーとレコーディングしたり、ボビー・ハッチャーソンと共演したりしていた。母親のゲールもまた歌手で、さらに兄弟のスミスはテナー・サックス、ドラムス、ビブラフォンの演奏家である。ドブソンが12歳だった1991年に、一家は モントレージャーズフェスティバルに出演している。デビューアルバムモダンロマンスは2006年8月にジェシー・ハリスのシークレットさんレコーディングスからリリースされた。ノラ・ジョーンズのザ・ホールツアーに参加しギター、パーカッション、ハーモニー・ボーカルを提供した。彼女はこのツアーでオープニングアクトを担当した。アルバムアコリアスは2013年にリリースされた。 ドブソンはジョーンズ及びキャサリン・ポッパーと共に、トリオ構成のプスンブーツのメンバーである。ありがとうございます。